劉備は長江で曹操を振り切り、辛くも難を逃れた。その後孫権と合流して同盟を結び、大船団を要して南進してきた曹操軍を赤壁で撃退。ほどなく慶州の地を占拠すると、そこから益州を目指した。益州は天堅に守られた肥沃な土地であり、劉備が曹操孫権と並び立つ根拠地としては最適だった。しかし益州を治める劉璋は同じ劉姓、同族を攻めるという非道を前に劉備は苦悩するのだった。くだらないね。だかだか劉の字一つで、そもそも天下と劉姓は別物だよ。狭い領権で孫つきなさんな。狭いと？ならば、ならば私の歩んできた道は何だ。私は官室に連なる自分を誇りとし、それを支えとして生きてきた。それなくしてどこに道があろうか。何を今さら。いいかい、殿にはもっと大事な道があるだろうに。志を共にして戦ってきた将、流浪の辛苦を分かち合った民、みんなの力に支えられ歩んできた道があるじゃないか。皆こそが私の道しるべか。そしてみんなもあんたを道しるべにしてる。それでいいのさ。進まねばならぬか。たとえ陣はそこに。みんな、私の大使信じてついてきてくれ。わしら西から進むとして諸葛亮、そっちも頼んだよ。ええ、任せてください。私たちの一生の考えを整えましょう。この拠点は龍玄殿が制圧した。君主の顔をかぶせるヌストが、この諸君子は渡さず、他の者入れよ。さあ俺の勝負、アンドしろ。敵将討ち取ったり。Hey!
をして疲弊することもあるまい。下がって友軍と一緒に進むのだ。感動では身を引かない。俺ら大岩に落ちるのだ。守ってみせる。はあ、見たところ軍師さんご一行だが、焦ったかい。こんな道を素直に来るとは間抜けもいいとこだ。ためさ、私も命かけてんだよ。この面築の森をノーノーと進み寄って、うかつなやつを俺たちが呼ぶってやる。優勝を、生徒の平和を、全て我らの手で守ってみせる。敵将討ち取ったり。この拠点は劉玄徳が制圧した。ここならば対岸を進む劉備軍が丸見えよ。みんな矢を告げよ。一斉に放つぞ。手を貸してくれかね。よく戦ってくれた劉玄徳、
この職より天下を目指す。この勝利皆のおかげだな。劉将殿にはすまないが、なんとか生徒を得ることができたな。感謝する。こたびの勝利は皆のおかげだ。皆の心なくしては私は前へと進めなかったろう。俺たちは竜の名前についてきてるんじゃねえ。我らの心が一つとなるのは劉備殿の志あればこそ。殿が殿であるために貫くべきはただそれだけでよいのです。竜の姓への誇りは捨てぬ。だがもはやこの名に頼りはすまい。これより私はただ私として皆と共に乱世を打ち払おう。